1月超過情報2023年1月初っ端。初っ端か。はい。まあ、ゴーツ界隈で言うと、ゴーガー加工の、まあ、ルアーでシーバス。まあ、60センチとかな。まあ、うちも大会しとったんでね、まずまで。まあ、88センチ。が最高。が、まあ、最高。釣られて、まあ、優勝とかな。まあ、だから、釣れるのは釣れるんですよ、ね。そうそう、ベイトは。頑張れ。やっぱり入ってほしい。川の中でナブラが湧いたりな。いい、多分サゴシとかワカナが湧いてるんじゃないかな。あとはまあ中味あの加工でな、サビキで出るひまわりじゃあれば、まあ一時ちょっと出んかったけど、はい、またちょっと釣れたっていう話もあるし、味もう中味な、18センチぐらいじゃないかな。それでまた泳がしとったらまあブリが来たり、まあ毎年恒例だけど、あとは、まあ、ぶち込みで砂浜からやってチヌ、カゴにボイル入れてね、ぶち込みしてチヌが釣れる。カゴにボイルを入れてぶち込みっすか。そうそう、巻き絵代わり、普通は浮きつけるじゃん。それをもうカゴにもうオキアミ入れて重り代わりにして投げる。でぶち込みにしといて、うん、餌が出るけ、巻き絵プラス、あーなんか見たことはいい、そういう釣り方もあるし、25ぐらいのカゴでね。で、あとあれっすよね、三隅の方で、うん、三隅の方ではなんか最近湾内にブリクラスが入って、まあ足元でランブ、やばくないっす、うん、それね、ちょっとベイトが入ったわけついてきたんじゃないかな。それ自分も噂聞いたんですよ。僕もお客さんから聞いたりちょっと問い合わせあったりして。ってことはやっぱ本当なんですか、ね、本当の話なんだろう。うーん、すごい人が多くてにぎわってるっていうことも聞いたし。だって車横付けできる駐車場から足元をブリが泳ぎ、うん、追いかけ回して泳がせがええみたいなね。うーん、アジとかカマスのね。僕が聞いたお客さんはジグで行ったけど全然反応なかったけど、その日は10本ぐらい、やば、90センチぐらいのブリが釣れてましたよっていう話。やばいでしょ。あと浜田の笠柄の、まあ、デトラから、はいはいはい、もうなんか油川空系ジグで若菜が釣れたとか、あの一文字の延長線上みたいなところですよね。あ、今多分車入れんけど、あ、入れん、デトラの大島タンク、あ、はい、はいはいはい、イカ釣りで、まあ、フィーバーするところ、はいはい、アゴ釣りでタイが出たりね。あの自分昔その噂聞いて、うん、昔その時期に行ったんですよ。この時期ですかね、多分そこでカゴでな、タイが釣れたとか、それも年末聞いたし、だいたい60センチぐらい、もう今時期だろ、渡船が出られん日が多いじゃん。だけどやっぱりそういうとこへみんな行って釣ったりとか。やっぱ人いるんですかね。おるよ、好きな人は行くよ、はい、行かにゃないか。まああとはまあヒラメが残ってるかな。ヒラメ最近全然効かん、豪華な加工は。あ、そっか。え、でもじゅ、あ、いやいや、あの浜田の方はね釣れてる。釣れてるで、はい、あの西沖とかでも、ああ、こないだ65センチ2枚とか上がっとったな。上がってますし、青物もまあちょいちょいポツポツですけど上がってるんで、うん、出てるな、まあ、なかなかしけるげな、うん、船は出られんし、まあ、あとは大台ですよね、これから。これからまあイカがな、手なしがまだちょっと話はないけど、手なしが入ってきたらまあ大台が入ってくるし、うん、まあ冬は冬なりのまあ釣りがあるしな、チノの込みも始まるし、ヤリイカも始まるし。ヤリイカはまだ全然、ヤリイカちょっとまだ効かんなですよね。だけどもう水温が多分 15.5 とかだけ、うん、もうぼちぼち入ってきてもいい時なんだけど。ちなみにこの間1週間前ぐらいに泳がせ、うん、で行った時は1杯だけ、うん、マイカが来ました。あ、だからまだちょっと高いんかなと思って、うん、赤いやつマイカですよね。赤いか、赤いサルイカじゃない、マイカ、ヤリイカの赤いバージョン。ああ、マイカかもしれないですよね。だけまだ水温もちょっと幅があったらサルイカだしな。そしたらそれは水温低い時に入る。いやいや、それはまあ、あったかい、そういうことや、水温下がったらもうヤリイカだけってことは、やっぱりまだまだちょっとぬくいかもしれないけど、まあ今からだけどな、まだヤリイカの用品も動かんしまあ今チーノの深瀬の人が生買うぐらいで、塗船が出れる品があればまあボイルが出たりってなとこかな。いや、そのブリが入っとるって、まあいつまで続くか知らないけどな、まあね、一瞬ですからな。まあ多分ベイトが去れば終わると思うけど、ただまあ釣り人がとにかく多いんで、そうそうそう、それがそうそう、魚が釣れればそれでいける、うん、大丈夫っていう人だけ、うん、寒い寒い寒いけどな、うん、めちゃくちゃ人は多分多いと思うので、うん、まあ寒いけどみんな好きな人は行くけ、はい、うん、自分あんまりそういうのに入りたくない。私もやっぱり年取ったら寒さに弱くなってきたんで自分は逆に人混みが嫌なんで。あ、はい、でもカマスを泳がせるってことはカマスも釣れてるってことですか。じゃないかな、カマスでも釣れますよって言った時。カマスってどうやって釣るんですか。サビキで釣るじゃん。あ、ジグかなんかに来るけな、マイクロジグ、うん、みたいなのに来るし、うん、まあでもアジの方が釣りやすいんじゃないかな、餌としたら。カマスも美味しいですけどね。今日新春ギャラなんぼな。
もう今年からギャラが出るんだろう。まだ出るの。3万円ぐらい今日買って帰ってもらおうか。あ、恐ろしいわ。そういう店だっけ。まあそんなとこかな。あ、カレーは？やっぱり3月ぐらいじゃない。一番水温が冷たくなったぐらいじゃない。あー、そっか。3月ってことだね。3月、4月が一番水温が下がる気になる。そっから今度16度ぐらいになった5月の連休前に煽りが入ってくる。16度から上になるとね。この辺りは2ヶ月遅れですもんね、大体。うん。でカレーを今釣る人も少ないしな、カレー釣りっていう人がな。なんかそう、釣り行きましょうよ、いつか。やだよ。やだよじゃないです。いかんよ釣りは。やだよじゃないですよ。釣れんもん、あなた言ったら。あの、ヤサオとでも、まあ、休み合えばな。まあ自分ちょっと休み合わないんで、うん、正直ヤサオ君とな。うん、ヤサオが合うと思うんで、うん、まあちょっと釣り釣り行ってみるかな、せっかく。この時期だったら船は出ないですか。船釣りは無理なんですか。船ってどれ、遊漁船。遊漁船、船の上から釣る、はい、は無理なんですか。まあ、タイミングよく海が良ければ出れるけど、なかなか今年もう12月からずっと悪いけな。だから船釣りか、うん、磯。あ、磯か、はい、磯ももう年取ったら弱るかん。お前磯行かれんすよね、あんまり。あんまり行かん、もう年だけ。なんで行かんですか。なんで鳩です。楽だよな、鳩。それだけ楽だ。それだけ、それだけだし、カメラマンのなことを考えるとな。まあね、うん、撮りやすいでしょ。まあ一層の方がしんどいですね、確かに。一層の方がしんどいね、うんうん、それだけに、それだけに今。いや、なんかいつもなんか鳩だけで、まあたまに高島とかありましたけど、うん、まあ磯も行きたいけどな。いや、あの深瀬教えてあげてほしいんですよ。深瀬、深瀬、あの矢沢、ああ磯とかではもう一本沢を買わさないけんの。そう、この前言うとったけど、予備がいるけど。あれ言うとって。はい、それはもう、まあ、予算5万ぐらいでなんぼでも買わせりゃいいですけど。深瀬一緒に行ってあげてほしいです。ああ、じゃあまあそんな感じです、ね、そんな感じだな、うん、はい、わかりました。はい、よろしく。じゃあありがとうございました。はい、はい、なんぼ今日ギャラは。さようなら。はい、さようなら、また2月号で。はい、はい。